はい、こんにちは、P です。ライゾン2 4回目かな。国境地帯メインクエストですねをやっていきます。まずね、ハバロンがここに3匹かな、まあ、これをサイレントストライクで試したいかなと思います。シャバン、シャバン。すごいな、これ。これね、2匹目が結構ここまで来ちゃう気がするんだよ。あ、動いた。え、どこ？あ、結構動いちゃうね。じゃあ向こう行こうか。待って行こう。待って行こう。で、マークして、この席、この辺がね、ここに来るから、待とう。向こうの奥にもいる。あ、あれ違うか、イノシシか。この状態からサイレントストライク。こんな気持ちいいよね。あれであと1匹かな。あ、やば、バレてる。なんで黄色になってる？黄色になってたね。あんな遠くから感知されるんだ。やばいやばい。やばいやばい。動くな、動くな。挟んでるよね、挟んでる。すごい、なんかなんか。うわ、微妙なところ、いるとこだっけ。見なかったね。すごいな。サイレントストライクです。ん、姿なんかいっぱい、なんか実績出たね。はい、んー、ジャパニー邪魔なんですけど、あ、あとこれがね、当たってない、当たってない。あ、待って、やば、音が大きかったな。まだいる？いないよ。のドラクエのタルトと同じみたいです。たまに何かが入ってるっぽいよ。ない。これは書物。うん。あとは何かあるかな。あ、そうそう。これバルマだよね。で、ここほら、ん、違うな、アンクルムーンじゃないな。まあでもちょっとこれをやっつけておこうか。うん、これをやっつけて、どこかな、この辺にあれいるんだよ、あの乗れるのチャージャーだっけ、いる感じ。どこだ、ちょっとマークしてないな。これ行こう。どっち？近い。お、綺麗なのがある。これは、クリスタル、違った。グリーンシャインだって。ブレイズと同じ緑だけど、硬くて輝いてる。これ作って。はい。これなんだろう？ああ、説明。これ初めて見たとき、これ、なんなのかと思って、これ看板なんだね。チェーンズグレートチェーンスクレートだ。こっち
だよ。で、そこに行くんじゃなくてね、あたしはこっちだよね。こっち。そうそう。120。な、何がいいかな？馬みたいなのがいるね。なんだっけ？いいね。緑だから、ママ。白が一番なんか普通な気がする。で、紫が一番良さそう。もう他にもいろんな色が出るのかな。30m。どうだ、ああ、どうだ、あ、これか。これさ、待って。これできるかな。あ、なんかちょっと黄色くなってるな。他に。再現としない。ちょっと強いのかな。あれこれね、あんまり来ないんだよ、この人。この怪しい人を控えよう。あれ、でもあんまり一緒なんだよな。動けない。あ、動いた。もう一匹どこ行った？あれ？どこ行ったんだろう、もう一匹。え？あれか。あれ、向こう向いてる。何か、あれ、なんか草むしりみたいなしてるよね、この人ね。なんだろう。あれ？あ、でも、俺のあれなんだよ、ほら。と思ってきたんだけど、だからやっぱり図鑑埋めじゃないけど、ある程度はね、分かってれば倒しておきたいよね。でも一匹どこ？ない。どこ行っちゃった？あ、いたいたいた。もうこれはいいかな。もうバレてるし。なんか、あの、後ろにあるはジャックの。どこいるの？結構ね、わかんないけど、上にいると、登ってこれないのが多いよね。畳みかけよう。待ってた。あんまり凶暴な感じがするよね。いろいろ素材とって結構ね、あの武器作るとかね、で必要になると思うんだ。あとね、このオプションのね、なんだっけ、カスタムのこれね、こう簡易収集オンにしておくと、よりレアがね、簡単に手に入るわけだからと思います。では、じゃあ向かおうか。イノシシいたな。イノシシ止まる。あ、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 イノシシの皮は結構使うはずなんだよね。
ここ行くね。ここ。ここ。オッケー。よし。あ、違うな。ほっくり。2枚ぐらいにね、あれがいいと思うな。乗れるチャージャー。チャージャー欲しいんだよね。どこかにね、この辺にいないかな。確かにいたと思うんだよね。ね？え？待って待って、これ逆だわ。逆にした。ああ、すごい止まりちゃったよ。違う。このゲームはね、ミニマップっていうのがないから。結構、ミニマップに慣れてる人だと、把握しないと。ね。あれ？またいる？まあ、同じとこだよね。そうだね。うん。あ、いや。これじゃなくて、これはいいや。あれ？あれ？どういうの？何が？どこかにね、いるはずなんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、遠回り。いや、大丈夫。チャージャーはね、どこかに。あれ、そうかな？違うか？いや、違うな。あれ、ハバローだな。あ？ハバロー。間違えてるかもしれない。あれじゃないよね。違う。結構ね、近くだとこの辺になってる気がするんだよね。チェーンスクレイブ。チェーンスクレイブ。あれ、いないか？いないな。あ、チャージャーの群れはね、結構あるから、後でも取れるけど。いないんだったね。他の装備も改造できるかもな。いないのか。いないみたいです。いないのに。先に捕まえておきたかったのよ。さあ、行くよ。どこ？チェーンスクリーン。プだね、プープー。流れ者が来たぞ。救世主様か。お入りになられますか。チェーンスクレープへようこそ。開けてくれ。許可は得ている。わかりました。嘘、やだ、驚いた。ペトロ、アーロイ、ここで何してるの？あ、ゴミ溜めに8日目の保養ができた。元気にしていたが。ちょうどいいところに来てくれた。来て。今ここで手に入るのは酒ぐらい。あ、聞いたよ。機械のせいで働けないと。それはここ最近の話ね。チェーンスクレープはいつも問題だらけだし。そうか。今の悩みの種はあれ。わしらには関係ないな。ブリッスルバックは皆の問題でしょ。知ってるの？ああ、あいつの話は酒を飲みながらするのが一番。あ、待って、ペトラ、長居はできないんだ。西へ行く。あら、照度の光で階段がある。先に行くためにはそれに参加しないと。ああ、なるほどね。飲んでる暇なしか。じゃあ赤毛さん、会えてよかったわ。ほら、行くんでしょ。ペトラ、もし友達とビール片手に騒ぎたくなったら酒場に寄ってって、待ってるから。ウルバンドは厄介な奴らしい。
ペトラの力になってやれるかも。でもその前に作業台を見つけて弓を強化しない。弓強化だね。オッケー。すぐ近くだね。はい、戻りました。にって書いてあるな。こっち。あ、待って、これでよかったのかな。か。いいね、レベル3まで上がった。で、これも。あんまり使わない気がするけど、使うのかな。ブーブーは、ブーブーはね。もうまだいけるぞ。もう一個いっちゃって。あ、いけるいける。すごいすごい。三つもいけた。あ、見てみて。最後はファングホーンの、なんか角からなくなったね。倒し、倒しててよかったね。正解ですね。で、なにこれ、あれ、つけらんないな、あれ。なんか。あ、キスロット。え、キスロットはないのか。そういう、何かないのか。まあ、ないか。オッケー。オッケーです。だいぶ強くなったんじゃないかな。あ、3を与えるダメージね。オッケー、オッケー。うん。どんな話なんだ。うん、ん？あ、ウィルが解放。うんうん、どれ。所持品で、間違えた。所持品で、武器で、コイル。あ、コイル、調整。え？コイルがありませんとか言ってるよ。あれあれ。ラインになってよ。うんうん。よし、これでいい。え、この人なんだ。この人エレンドを見つけてブリッスルバッグを片付けてくるか。燃えてるのはあんた。喋れないのこの人。私の顔。あれ？あなた。タメみたいな、なんか喋れない。どこ行くの？あ、ここに、そうだ、ここにこれあるの。セーブポイント。セーブ。エビ。ね、エレンドを見つける。あるのね、ちょっとね、これは今回私動画でないところで、やっぱりビール飲んでく、ほらチュートリアルだけなんで、ほらこの子に一杯あげて。結構長いんですよ。寄ってってくれるなんて意外。予想できないのが私だろう。そうそう、その息、きらめく炎に。ああ、きらめく炎に。不意後に風が出した。あんまり申し訳なさそうで。この瞬間は悩み事を忘れていられる。悩み？悩みだらけ。ブリスルバックにやられて死人が出てね、作業停止よ。ウルバンドは利権協定で火花散らしてるし。ちょっと、その上に武器置かないで。まあ気にしないで。冷えたビール片手に間に入りゃ解決するだろうし。ああ、恐れの谷のブリスルバックだが。どこから来たんだ。それがね、誰も知らないの。突然現れて火事場から飛び出てきましたと言わんばかりに大暴れ。大勢亡くなったわ。でもヴァンガードが退治に乗り出したって聞いたわよ。ここに来たのか。物資の補給で一瞬ね。ウルバンドはいい顔してなかったけど、
ブリスルバックが退治されちゃったら利用できなくなるもの。なぜ機械が現れたのが好都合なんだ？その鍵は利権協定。ウルバンドは突然現れたブリスルバックの責任をカージャになすりつけてるの。恨みつらみを蒸し返して協定が結ばれるまで作業停止を続ける気。それだけじゃ足りないらしくて、町に来てからずっと作業員を焚きつけようとしてる。みんなの反応は？多くの人が赤の動乱で凶王に苦しめられたでしょ。それだけでもカージャを非難したくなる。カージャの奴隷商人ども。ウルバンドのことだが、あいつの名前を聞かない日はないわよ。なぜ責任者なんだ？ナッツを嗅ぎつけたリスみたいにだいぶ前にここに来たのよ。照度の光の再建には石と木材がいると踏んで、メインスプリングで裁縫ジャラジャラ鳴らしながら投資家を集めて、恐れの谷での事業に投資させたの。ただね、クレイムの銀行屋はここがカージャの土地だって知ってるし、三王はいつでも権利を取り消せるでしょ。だから必死で執政官に協定の締結を迫ってるのよ。その利権協定とは一体何なんだ？なぜウルバンドが得する？何ってありゃペテンだね。恐れの谷の再建はオセラムの法で取り決めするって令状。たとえカージャの土地でもね。つまり山で採れた鉱物とか木材なんかをカージャに奪われずに済むってこと。それならクレイムの投資家がリスクなしにシャードを注ぎ込んで商売を広げられるでしょ。しかも生産物の利益を得られるウルバンドはゴミためのスクラッパーより金持ちになれる。当然チェーンスクレープはオセラムの直轄になり、票を買収したウルバンドは晴れて伯爵様に。ほんとずる賢いタヌキ親父よね。圧力をかけ続ければ執政官もサインしちゃうわよ。フリーヒープに戻ったんじゃ？ああ、メリディアの大戦の後戻ったわよ。でも私がいなくたって良さそうだったし、照度の光の話聞いて手伝ってやろうと思ってね。以来孤軍奮闘ってわけ。いつでもされただろ。で東に戻れって？やだよ、燃え盛る火事場を放っとくなんて。それに作業員のケツを叩く人も必要でしょ。それじゃあそろそろ行くよ。ビールありがとう。酔ってよかった。またね赤毛さん。ちょっと確かにサブクエストがそうで、いくつかある。3つあるな。この辺にあるな。1つ。いいですね。オッケー。おいミルダフ、おい、狩りの前に食ったお前のシチューは最高だった。全然疲れを感じなかったぜ。ストライダーを素手で締め落とせる気がしたくらいだよ。それも今のうちさ。ここで力のつく食べ物を提供してるみたいだな。また来た。飯はちゃんとタダにする。でも今はちょっと無理なんだよ。あ、私を誰かと勘違いしていないか？ウルバンドの使いじゃ。違う。ああ、すまなかった。いつもあいつの手下に悩まされててな。お気に入りの鉄板も台無しだよ。ウルバンド、今は大変なんだ。用件があるなら早く言ってくれ。食べ物が欲しい。喜んで。いい人さ、喜んで。ウルバンド、ウルバンドたちに悩まされてるのか？まあね、ひっきりなしに注文されるんだが、私の調理器具じゃ一度に大量の目玉料理は作れないんだよ。しかもみんながみんなウルバンドのようにタダ飯を要求してくる。断ればいいんじゃないか？揉め事は苦手で。チェーンスクレープに来たきっかけは？荒野の外れにある町が栄えてるって聞いてさ。町があるなら酒場もある、仕事もね。でこの町に来て、ここらの人はイノシシとベリーのシチューを食べたことがないっていうしな。とにかくいつの間にかここが繁盛してん。美味しそうだもんね。さっきの客はお前の料理で、それが本当なら食べてみたい。何なの？あんたはいい人そうだし、喜んで作ってあげたいところなんだがな。だが
溝付きの鉄板がダメになっちまった。あれなしじゃ自慢の料理も作れないのさ。ウルバンドたちの頼みを断ったらどうなるか恐ろしい。たとえ材料が揃っていたとしても、うん、今は作れない。あんたが用意してくれるなら別だがな。何がいるんだ、うん、材料かい。動物の肉数切れとそれからにがりの葉も結構な量がいるな。そんなとこだ。鉄板に関しては波打った薄い鉄さえあればなんとかなる。新しいの、うん、スクランジャーのゴミ山を見てみな。北東の川沿いにある。汚くても洗えば平気さ。途中でイノシシやニガリの葉も見つかるはずだ。見たところ狩りや採集が得意そうだしな。どうもありがとう。探してみるよ。初めてちゃんと礼を言われたよ。ああ周りの言いなりになるなよ。いいな。努力するよ。ネガーの葉は十分だね。あとは動物の3つぐらいね。でしょう。山から鉄の板がいいかな。俺の前でよくわからないけど。どうしたらいるんだよ。こいつブリストルバックの存在は皆にとって脅威なのです。こいつ一体何が望みなのです。シャードが欲しいのですか、うん、まさか失政官殿、わしを買収する気か。笛を吹かせたいのならそちらでブリッスルバックを一掃した上で利権協定に署名よ。それとも他に何か方法が。どうも救世主様。これはちょうどよかった。三王国の重要事項について少しお話を。後ででもいいか。結構お待ちしておりますぞ。あなたがあの救世主様、デルボールとヘリスを倒せし者かもな。美しき女戦士の英雄譚はここにも轟いております。ウルバンド・クリフォード、お見知りよ。それでなぜ優雅にワインが飲めるメリディアンからこのみすぼらしい居留地にわざわざいらしたのです。ここは救世主様のご意向にふさわしくない。階段のために来た。階段？一体またどうして。ああ、偉大な使命を携えてこの先に行かれるのですね。その私のご意向でここの問題を全て片付けたらな。ああ、ブリッスルバックですか。奴らがいては階段も実現できませんしな。ならば邪魔者は消えます。ではまた。ちょっと待つんだ。お前は執政官を評価していないようだな。ああ、小綺麗なローブを着た役人がどうにも気に入らないだけですよ。なぜなら同胞の作業員が苦しみ脅され利用されてるのですから。高潔だな。高潔？はっ、ハンマー一本でのし上がってきた。誰かからチャンスを与えられることも一切なく自分の手でここまで来たのですよ。そのハンマーは置いてきたのか。それはみんなを率いるには置かざるを得なかったのです。カージャは何もせず一方的に良きオセラムたちの身を危険にさらしている。誰かが立ち上がり抗議せねば。笛はどこだ。町の中心に。ですが労働者の命を脅かすことはできません。機械は私が片付ける。それが済んだら作業を再開させろ。いいでしょう。それまでは同胞の安全を優先させてもらいますぞ。笛を吹く準備をしておけ。カージャの執政官の話を聞くか。あいつなら酒場にいるだろう。であとはなんかここね、これかね。どうにか。
なんだろう、どれだ。あの忌々しい鉱山がよ、ウルバンドがトンネルを掘り続けりゃまた怪我人が出る。鉱山？チェンスクリープの北東、川の端だよ。コルベンドには崩落したからやめろって言ったんだ。でも、ウルバンドが賃金減らすとかなんとか脅してよ。ゆっくり順を追って説明してくれ。責任者はウルバンドなのか。鉱山はカージャの所有地だろ。あいつはそう思っちゃいない。支持者を集めて穴開けて、我が物顔さ、火花も散りまくりだ。俺たちも所有物扱いさ。コルベントって親方だよ。腕利きのな、理不尽なことがあっても上と交渉できる人だ。でもユーバンドは理不尽じゃ済まないことを求める。親方がなだめてたんだが、奴が労働時間を増やして俺はこの様。それを親方は自分のせいだって。いい人なんだな。親方のために長時間労働にも耐えてきた。でも鉱山が崩れるってんなら、生き埋めになるよりウルバンドに恨まれる方を選ぶね。お前は崩落で怪我をしたと言ったな。ああ2、3日俺が古い鉱脈を確認で、あいつらの爆急いで奥まで掘りすぎ、また崩落すれば。ズバリその通り。近くに行ったら予想。ああ、これ3つ目だね。問題発生、再読しもないぞ。これで3つ受けたんだよね。あのね、サブクエストとね、サイドクエストってまた意味が違うらしいんですよ。これは、あ、これあれだね、これから行こうかな。これはサブクエストね、あの、料理人のお話。これは、あくまでもその、普通のサブクエストなんですよ。で、こっちのサイドクエストっていうのは、結構ね、あの、メインクエストに、絡んでる部分が多いみたいです。あ、これもあるか。そうじゃない。これどこ？こっちか。これだね。まずこれ先に聞こうか。あれどっちだった？こっちか。執行官だよね。さっきいた。ちょっと話をするんだよね。ちょっと話してから行こうか。あ、これなんかあれだよね。あの、なんかね、あれみたい、道具箱みたいな、んていうんだろう、みたいですね、これね。これどこだっけ。執行官、この中にいたね。執行官、いや、何したっけ、何しちゃった。あ、この人、この人、この人、こちらです。手挙げられちゃったよ。救世主様、お話できて光栄です。あのウルバンドのザレ事にはさぞ辟易されたことでしょう。あの程度可愛いもんだよ。お前に難癖つけてたみたいだな。カージャが恋にブリッスルバッグを恐れの谷に放ったなんて言いがかりです。全く馬鹿げてますよ。ああして騒ぎ続ければ忌々しい利権協定を支持する輩も増えましょう。ブリッスルバッグはどうやって谷に入ったんだ。知る者はおりません。最初に目撃報告があったのは石切り場の西。突然羽が生えたのでもない限り山を越えて来られるはずもございません。他に入り口は。入り口は照度の光のみです。あの、この件で真実を明かしてくださった暁にはしかとお礼させていただきましょう。あやつを黙らせてください。なぜお前はここに来たんだ。
実は自ら配属を申し入れたのです。三王に代わり恐れの谷全域を見守るため、この私謎には身に余る光栄です。ウルヴァンドのように出任せを言う奴がいなければ仕事も楽になるんだろうな。追い払う謎夢のまた夢、私よりも前から居ついてチェーンスクレープの創始者ぶっておりますからね。あの男に我慢するより他ない。利権協定は一体どんな内容なんですか？恐れの谷の一部の所有権をオセラム族に譲渡するよう要求しているのです。しかも資源を生み出せる場所のみを譲れと。そうすれば奴が利益を得られるのか？まさしく。オセラムの管理下に置けばウルヴァンドは様々な事業に投資できるようになりますからね。協定なしでは投資できないのか？ええ、三王国が彼らの利用権を無効にできますからね。ですから協定の締結が重要なのですよ。馬鹿げていたとしてもブリッスルバックの出現をカージャのせいにすれば奴には好都合。カージャに罪をなすりつけることでなぜウルヴァンドが有利になる？ご覧なさい、王国の一部であったとしてもチェーンスクレープは装置だとかサビだらけで、ビールもまずい。オセラムの労働者を従わせるためにカージャがブリッスルバックを放ったという噂が広まれば、とにかくここの民は誰一人として凶王の残虐行為を忘れておりませぬ。ブリッスルバックで労働が中断した様を見てウルヴァンドはここぞとばかりに家ぬ傷口に塩を塗ろうとしているのです。協定を締結しなければ働かないと言われたら締結せざるを得ないか。いかにも。しかし照度の光の再建は続けねば。石切り場の西でブリスルバッグが見つかったって？ええ、怯え切った労働者の話だと大地が震え出し、次の瞬間群れがものすごい勢いで丘を下ってきたとか。彼も命からがら逃げてきたそうです。そこから調べてみるか。真実が分かれば太陽の下ウルヴァンドが我らカージャを非難することもなくなり、照度の光の再建にようやく専念する気になるかもしれませぬな。敵を殺したっちゅうね。これで見つけたんだよね、確か。サイドクエストが2個と、サブクエストで、もうびっくりマークはないから、とりあえず、順番にね、これを後でクリアしようかな。はい、じゃあね、今回はここまでにします。次回ね、サブクエスト。1個はね、すぐクリアできる。あ、これだったかな？ブリックスルバックっていうのは、確かね、あ、これが、これメインクエストか。どれだったかな？あ、サイドクエスト。ブリッスルバックだ。これね。これはね、すぐクリアできないんですね。まあ、ここである程度進めてこないともちろん、次にもならないんだけど、まだ、すぐはこれ完成、クリアできないはず。だからレベル5の2つを、次回はね、クリアしながら、って感じですね。はい。じゃあ、またです。バイバイ。